らさんがお楽しみねるねるを作ると言っていましたので作るところにやってきました。早速レポーターしてみたいと思います。このお楽しみねるねるは前にも作ったことがありますか？ないです。ということはそれでは早速作っちゃおう。早くやってください。おお、お楽しみねるねるはねるねるねるねと違ってウエハースとチョコソースの元に入っています。2つしかないの？どうやらアキラさんはいっぱいウエハースを食べたかったそうです。それではアキラさん作っていってください。はい。その一番目の粉を入れるそうです。ストレーの丸いところですよ。いい匂い。どうやらイチゴの香りがするそうですね。三角カップ1杯の水を入れスプーンでよく混ぜるそうです。はい。はい、できた。はい、次に2番の粉を入れふんわり膨らむまでよく混ぜます。うわ、うん、色はどんな感じですか？ピンク。あ、お腹空いてきた。私も食べたいでちゅ。さあ、アキラさんにクイズです。チョコソースの素は星のトレーに入れる、音符のトレーに入れる、どっちでしょう？星。ピンポン。星のトレーに入れます。あーあー、やらららららら、トレーの外にも出ちゃいましたよ。あー、手でするんですか？汚っ。あー、舐めちゃった。なかなかうまく混ぜれません。あー、チョコソースのいい匂い。せーのがさん、はい、いただきます。あー、おいしそう。私にも一口分けてください。ダどうですか、アキラさん、このお楽しみねるねるのお味は？酸っぱい。え、これいちごケーキの味のねるねるですよ。じゃあレポーターが、なるほど、甘いところもあれば酸っぱい場面もあるんだな。そろそろバツンタッチしてもいいですかね？ダメ。はい、これウエハースと食べるとどんな感じですか？ウエハースの方が健康が濃い。ウエハースの味が強いと。それでは今までもねるねるねるねは作ってきましたが、これと合わせて何が美味しかったですか？一番、あ、やっぱりお楽しみねるねるが美味しかったそうです。バトンタッチしたいんですが。それでは、あきらちゃんとバトンタッチ。はい、今かなちゃんとバトンタッチしました。はい、次はかなちゃんのお楽しみねるねるを作ります。おっと、かなちゃん袋を開けています。なかなか取れません。おっと、ビリビリしました。そしてウェハースを割ってしまいました。かなさん、さっさと作り始めています。ドキドキしますか？あんまりしません。カップを切るの忘れていました。こぼさないようにこれから気をつけてくださいね。はいはい、分かってます。いや、マイクがある時に言ってよ。おっと、そこで混ぜています。おりゃー、てか置いていかないで。え、さささーという音でいきますね。さささーさささー。おっと、混ぜて混ぜて。いかがですか、ピンクの人。しーん。はい、チョコは大嫌いですか？さっき好きって言いましたけど。ねちゃねちゃになるまで混ぜていますね。やっと食べれる。あ、どんなお味ですか？いちごケーキ味とチョコレートソースだからアポロみたい。ちょっと一口ちょうだい。ということは、これはチョコレーニーみたい。おいしいですか？うん、おいしいと言っています。どのねるねるねが好きだった？まじょまじょねるねるが好きでした。おいしくなかったのこれ？いや、おいしかったんだけど、まじょまじょねるねるのマンゴーだったっけ、コーラとか混ぜたら味が変わるとやつが一番おいしかった今まで。へえ。あー、おいしかった。あんまり甘すぎるのが嫌いなかなちゃんでも食べれるねるねるでした。ぜひ皆さんも食べてみてください。バイバイ、また見てね。また見てね。なんかいちごケーキ味とか珍しいな、ねるねるにあるなんて。また見てね。